おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日もヘビの命ハードモードの続きやっていきたいと思います。ずいぶん間が空いてしまったんですけど、前回ね結構衝撃的な終わり方だったんだよね。ヘビメタくん、ハードモードで初登場のヘビメタくんがまさかの死んじゃうっていう。いやー、これなんか警察側もさ、なんか予想だにしてなかったみたいな感じだったっぽいし、なんかここからさ、その警察側の筋書き通りじゃなくなるわけだからさ、なんかいろいろごちゃごちゃになっていきそうだよね。ということで続きやっていきましょう。これは探索モードでいいのかな。ちょっと前回がどこまで、なんかめっちゃあるな。戦おう。なんかめっちゃ金あるから戦う。やったぜ、金だ。イエー、ざまみやがれ。アウトロー方式だからな、誰にも文句は言わせねえぜ。そんなに、ちょっと待って、ヘビメタくんそんな隠し種持ってたん。あ、そっか、はいはいはい、あれだ、ヘビ大型種が結局は冤罪で捕まることになっちゃったわけだ。青リンゴは食べとこうか。とりあえずみんなの話聞いていくか。はい。警察はわざとハンターを野放しにしてる気がするよ。そうね、そう思う私も。昨夜の事件発生時、浮遊する物体が鉄格子内のヘビメタの死体に飛んでいくのを見た気がするよ。それあれでしょ、超電磁ドリルでしょ多分。ハンターさん、あ、刑事だったわ、ハンターかと思った。この部屋で紙切れのようなものを見なかったかね。紙切れ、何探してんだろう。あれかな、ハンターにさ渡してたんじゃないの、なんだっけ、ツチノコ情報の紙、指名手配の紙、それ証拠になっちゃうとまずいからと思って今探してたんじゃない。なんでないんだろう。おかみさんが大浴場付近にいるから地下にサボりに行けないな。サボるな。はい、この旅館のお土産は実用性重視だよ。買い取りもやってるよ。バールはまあいつでも買えるが、売却しよう。おお、プレミア効果いいね。でセーブした。あ、ムカデくん、最後のバール1万ゴールドで売ってやろう。持ってませんな。値切り交渉知識40以上はあ、知識40はきちいな。知識今4しかないからな。まあ多分買わなきゃいけなくなるんだろうけどね。温泉の準備がやっと終わったよ。わからないことがあったらそこら辺の電話機を利用してね。オッケー。温泉の開始時間が遅れていたよ。固い青リンゴを食べてからたまにお腹がムズムズするよ。あ、で、ハンターが野放しになってるから監視してるところよ。どう見ても包丁を盗み出そうとしてるような素振りなのよね。なんだよ、別に包丁を探してるわけじゃねえからな。探してんじゃねえか。パスタは一人一個までだよ。好きなのを選んで食べてね。あー、いいや。ハンターが凶器を探してる素振りだから、人間用包丁は奥に収納しておいたよ。まあ、あとは調べられそうなところはないかな。この先は行く必要がなさそうだ。ああ、間違った。間違って開けちゃったよ。あ、こっちにもあるか。なんだこの旅館は、客室よりも従業員の部屋の方が少し広いじゃねえか。だがアウトロー方式だ。あ、これ青汁でしょ。薬用青汁。レベルがないので無理。逆転効果という最先端のワードを知っているかな。逆の者同士を合わせると打ち消し合う総裁のようなものだ。例えば毒と真逆の解毒剤とで総裁し合う効果を逆転効果と呼んでいる。ほう、なんかすごい重要そうなことを言っている。
青りんご食べとこう。ヘビ撃退マシンと戦っとく。で金もゲット。なるほど、バール買えばいいのか。オッケー。さてバールで無理やりこじ開けましょう。警察の押収品さっさと売店で換金してしまおう。これでお金が貯まったから、買えばいいんだ。ちょっと待ってね。まあ値切り交渉できないから、まあギリギリでバール買うしかない。毎度、商品の最後のバールだが、俺の宿泊部屋のスクラップの中にあるから自分で探してくれ。こんな形だからすぐ見つかるはずだ。6号室だぞ、間違えるなよ。6号室ね。さて、HP も回復したので、さてじゃあ HP 回復したのでバールを獲得。さらにスクラップの中から紙切れのようなものを発見。ん？これね、土の子ね。あー大変だ、事件だ。大浴場で殺人事件が、大浴場で殺人事件が起こったらしい。またなの？再び事件が起こってしまったところであなたのターンです。まあ大浴場に向かうしかないね。だって推理レベルが足りないもんね。はい、地球大浴場に向かいます。これシェフだよね、確かね。死んでるよ、今回も大浴場だよ。凶悪犯は逮捕されたんじゃなかったのかい？まあ凶悪犯が単独とも限らんしな。まあ死んだのが人でないだけ不幸中の幸い。ってこのヘビ、うちの従業員じゃないの？死んだのはシェフじゃなくて別のヘビ従業員だよ。え？シェフじゃないの？あ、え？あ、前回シェフだったよね。確かヘビ従業員は2匹だったから、残ったお前がシェフってわけだな。そうだよ、シェフだよ。本当か？え？いや、死んだのシェフなんじゃねえかな。なんかこの間がさ、気になるよね。まあこのね、ヘビ従業員がシェフって偽る必要があんまり感じないから。あれ？ここが結構違ってくるのか。まあ、死んだのがシェフじゃなかっただけ、不幸中の幸いだよ。ひどい割れようだな。だが真犯人はもう決まったようなものだ。約1名逮捕されたのに野放しになっていた犯人がいたからな。まあ犯人ムカデさんでしょうけど、ちょっとムカデって、俺はまだ逮捕されてねえわ。まるでこれから逮捕されるような言い草ね。野放しになってるのはハンターのことでしょ？そうだ、野放しになってる犯罪者といえばハンターしかいないだろう。おまけに大浴場でヘビが殺害って完全にハンターの手口じゃないの。俺はやってねえわ。それに俺がずっと食堂にいたのはお前も見てただろうが。確かにハンターは食堂にいたわね。それとそこのシェフ、お前も証人だろ。聞こえてんのか？お前に言ってんだよシェフ。そうだったよ、シェフだったよ。絶対これシェフじゃねえわ。あからさまにシェフじゃないな、この子。多分普通のもう片方の従業員の子なんだろうな。ハンターは食堂にいた気がするよ。曖昧な証言もあるが、まあハンターのアリバイはあるようだな。とにかくまずは死因の調査を頼んだ。もうゲーム感覚で操作してる場合じゃないぞ。数字よりも死因で示せよう。今回はやけにムカデが張り切ってるわね。殺した犯人が許せねえんだよ、お前だろうがよ。いくら蛇の命が軽いからと、簡単に殺すようなハンターみたいなクソ野郎が許せねえんだよ。死因が解析されたようだ。被害者のシェフ、じゃなくて、蛇従業員は毒殺されているようですね。第一発見者は誰だね？そこにいるポイズンスネークが第一発見者だという。
被害者のヘビ従業員とは一緒に温泉に入ってたよ。一緒に入っていただけで突然ヘビ従業員が死んじゃったよ。被害者とポイズンスネークが2匹で入浴。死因は毒殺。もう答えは出てるじゃねえか。犯人はポイズンスネークで秒殺終了のようだな。では早速ポイズンスネークの所持品検査に入らねば。意義あり。一発ゲームオーバーになるとこだったぜ。そうだね。まだ気が早すぎるんじゃないのかい。旅館としてもお客さんのプライバシー優先だから所持品検査には基本反対方針だよ。まあポイズンスネークが逮捕されるのも時間の問題でしょうけどね。殺してないよ。本当だよ。それに被害者の方から一緒に温泉に入ろうと誘われたんだよ。ここに異議ありにしちゃうとあれだから、ちょっと異議なしにしとくか。被害者から誘ってきた？それはおかしい。被害者はヘビ従業員、つまり旅館の従業員なのだよ。従業員が客を誘って仲良く温泉。そんなアパレルショップの店員より慣れ慣れしい旅館あるものか。まさに死人に口なしとは言ったものだ。本当だよ。従業員の方から誘ってきたんだってば。うちの旅館の教育が行き届いてないみたいじゃないの。それにうちのヘビ従業員は仕事で忙しかったのよ。いいえ、シェフはともかく、もう一匹のヘビ従業員はさほど仕事してなかったわ。あら、そういえばそうだったわね。否定はできないな。こいつ、もう絶対に普通のサボ、さっき玄関口でサボりてえなって言ってたヘビ従業員の方だろ。そんなことより、この死体のヘビ、色が変わってないか？緑というより黄土色っぽく見えるんだがな。まるで、そんなこと今どうでもいいだろう。おかしいもんはおかしいだろうが。おかしくありませんよ。死後変色するのはごく普通のこと。ましてや毒殺事件ですからね。捜査の素人がいちいち出しゃばらないでいただきたいものだ。そうだぞ、反省しろ犯罪者が。ムカ。そんな言葉でムカって言うことある？まあどう考えても誘ったのはポイズンスネーク側だろう。そしてヘビ従業員を温泉内で毒殺したわけだ。矛盾してる。温泉内で毒殺、何が矛盾しているのかね。これはあれだよね、温泉に、なんだっけ、 HP じゃなくてどれだ、あれ、あ、これこれこれ、温泉に解毒作用がある。そうだよ、温泉には解毒作用があるはずだよ。解毒作用がある温泉で毒殺するのは理論上不可能だよ。しかし死因は毒殺で間違いない。この温泉からも解毒作用どころか真逆の毒の成分が検出されている。要するにポイズンスネークの出した毒が温泉の解毒作用よりも強かった。ホコタテのうちのホコが勝っただけの話だよ。その毒情報は本当なのかな。うちの温泉の解毒作用がヘビ一匹の毒に打ち負けるはずないよ。嘘だと思うならその温泉に入ってみればいい。ただもしシェフの身に何かあれば今後誰が料理を担うのかが問題になる。それじゃあ代わりに私が入ろうかね。だったら俺が入るか。それなら私が入ろうかしら。じゃあ僕が入るよ。じゃあ俺が入るわ。それじゃあ俺が入るか。どうぞどうぞ。ふざけんな、なんで俺がこの役割になってんだよ。無駄に生き残ってるからだろう。そうね、本来だったら通常モードだったら死んでるはずだからね。生き残ってんのはみんな同じだろうが。とにかく絶対押すんじゃねえぞ。え、押すしかないじゃん選択肢。はい、ゴフ。あ、死んじゃった。大丈夫？絶対押すなって言っただろうが。自分から振ったんだから仕方ないよ。絶対押すなよってやつだよね。しかもこの温泉絶対毒だぞ。毒に侵されたぞ。毒に侵された時は温泉に入れば治るわ。その温泉そのものが毒に侵されてるんだろうが。誰か解毒剤をお持ちのお客様。そんな都合よく解毒剤なんて持ち合わせている虫けらいるわけ。虫けら。これはムカデさん持っているんじゃないですか。
ちょうど解毒剤を持っていたところだ。500ゴールドで売ってやる。買わないよ。買えやクソヘビ。それではオチもついたところで、捜査はここでお開きだ。温泉に毒が混入していると証明された以上、ポイズンスネークを容疑者として事情聴取する。強制的に現地解散しました。あれこんな感じだったっけ？大丈夫か？セーブしたいんだけど。殺す気か！あーすいませんね。ちょっと押してほしそうだったもんで。屍のようだ。え、ここ今でも歩いても全然毒に侵されないけど。犯人はポイズンスネークで決まってる。証拠品とか集めたりするなよ。あとロビーに人を集めたりするなよ。いやーしますよ。する予定ですよ。ここの旅館、客層がほとんどヘビだから、男湯女湯分かれてないそうよ。ひどい話だ。ポイズンスネークが逮捕されるより先に逆転の証拠品を見つけないとな。ムカデくんなんかないかね。ポイズンのヘビは見分けがつかないのが多い。その点を利用して悪さをするヘビも出てくるかもしれんな。うん、悪さをするヘビ。ああ、その従業員のこと？もう本当のことを打ち明けるタイミング失っちゃったよ。もう後悔してるじゃん、シェフって言ったこと。帰り着こうされたよ。よかったね。どう最近？あーよかった。どう最近？ヘビ最近いないなと思ってたから。どう？たまにお腹がムズムズするな。この毒ヘビが口を割らないようなら直接体内を検査する必要がある。そしたらあれよね、あのヘビボールがバレちゃうからね。真犯人が見つかったからといって大型種が白とも断定できんよ。この毒ヘビと大型種は部屋が隣同士だから結託してる可能性もあるのだよ。ないです。まずヘビが犯人じゃないので。これはあとは、あ、最後のバルこれでってことかな。ちょっと待ってね。シェフだったら客を誘って温泉に入るなんて絶対ないけど、もう一匹のヘビ従業員はサボり癖があるから否定できないのよね。水不足なのに滝の演出があるのはおかしいって？この大浴場、温泉と家庭用浴槽以外は全部プロジェクションマッピング演出で入浴することはできないからね。そんなのに凝ってるのか。なるほどね。確かに水多いのになんで水不足って言われるんだろうと思ってたわ。で、じゃあ出られないのでバール使ってそこの証拠品取ってこいってことよね。はい、じゃあバールで破壊していきましょうか。はい、はい、人工温泉装置だ。これは事態が急変するぞ。電動式4種の素材が配合される仕様。証拠品が見つかりました。電話か旅館の従業員に相談することでいつでも推理パートに突入できます。はい、皆さん集めてください。もうみんな集まってるけど集めるよ。推理パートに突入します。推理パート鉄格子編前半編。前半戦だ、間違えました。また探偵のヘビが出しゃばりやがったか。爆発の日が迫っている以上、探偵ごっこもそろそろ終わりにしてほしいものだ。新たな証拠が見つかったそうだよ。証拠ごときで結論は変わらんよ。事件の根底を覆すような証拠でもない限りはな。事件の根底を覆す証拠品を提出してね。人工温泉です。人工温泉装置？地下に人工温泉装置だと？どういうことだ？知らないわよそんなの。ヘビのザレ言よ。このババア認めないつもりだな。だったら地下にある人工温泉を直接見に行けばいいよ。ダメダメ、地下は立ち入り禁止だよ。そういえば地下への立ち入りは不法侵入罪で逮捕なんだっけ。めんどくせえ展開だな。こんな茶番ごっそりカットでいいだろう。わけわかんないこと言ってる暇あったら証拠持ってきなさい。そういえば今朝の大浴場の開始時間が遅かったような。温泉の開始時間が遅かった理由、あれが原因なのでは？停電の影響ですね。ここはサクサク行きましょうかね。停電？そういえば夜中にあったね。停電は関係ないよ。温泉と何のつながりもないじゃないのさ。停電によって温泉が遅れた理由とは、暗くて温泉の準備に手こずった。温泉自体が電気で、そうです、こっちです。温泉自体が電気で動いているから。
そうだよ、停電が起きたことで人工温泉の再稼働に手間取ってた可能性が高いよ。違うったら、遅れたのは昨日の事件の死体処理に手間取ってたからだよ。とにかく人工温泉なんて憶測に過ぎないわ。こうなったら早い段階で強行手段に出るしかないようだな。旅館の弱みになるネタでババアを脅迫するんだ。旅館の弱みといっても人が死ぬような事件も起こっていないからな。まあもうつんだよ。人が死んでないから旅館の弱みがないよ。まったく、生き残っているほど役に立たない奴もいるものだな。いろいろな意味でおっしゃる通りです。こうなったら逆転の発想だよ。旅館の弱みを見つけるんじゃなくて旅館の強みをぶっ壊すしかないよ。不法侵入罪を打開するには不法侵入罪より強い法律をぶつけるべきだよ。強い法律？これかな、旅館に捜査令状？そうだよ、捜査令状だよ。捜査令状にはこの旅館を捜査する権限があるから地下のガサ入れも可能なはずだよ。ガサ入れならついさっき深夜事件の直前にされたばかりだけどね。余計なことは言わんように。あ、こんな情報あったか？こんな情報ないよな。なるほど、ガサ入れがそのタイミングで入ってんだ。オッケー。それから旅館ガサ入れの権限もあくまで我々警察のみの話だ。我々が今からガサ入れしてめぼしい証拠が見つからなければ諦めるのだな。あ、刑事にはガサ入れは任せられないので警察犬に任せます。そうだよ、警察犬の方が信用できるよ。そっちの刑事というか助手の助手だって、間違えた。そっちの刑事というか助手の方、昨晩から冤罪を押し付けようとしてる気がするし。推理の結果がそうなったまでの話だ。いや結構無理やりだったから怪しまれてんね。ぐるるる、はい、いってらっしゃい。何か手がかり持ってこれればいいけど。カッカッ、なんか間違えた？なんか瓶を加えてきたぞ。これは毒の入った瓶ですね。毒薬って呪いとは関係なしにヤバい旅館だったよ。ちょっと毒瓶なんて私も知らないわ。ここはハッタリでも誘導尋問でも旅館側が地下を探索させた方がマシな状況に持ち込ませるべきだよ。ムカデが毒瓶を持ち込んでいるのを見た。この旅館は毒薬を製造している。あ、こっちね。オッケー。そうだな、地下を見せたがらないってことは毒薬を製造してるってことになるぞ。そんなわけないでしょ。だったら地下を確認させろ。人工温泉のことはもう認めるしかなさそうだよ。わかったよ、認めりゃいいんでしょ。ようやく白状したか。人工温泉について説明しろ。人工温泉の成分は香料、合成着色料、ポーション、解毒剤の4つの瓶から少量ずつブレンドされる仕組みだよ。ヘビ探偵の記録では4つの瓶の中にこの毒瓶がすでに紛れているようね。あ、やっぱなんか色変じゃねって言ってたやつ毒瓶だったんだ。旅館側が毒薬なんてセットするわけないから誰かがすり替えたに違いないわ。まずは4つの瓶のうちどの瓶がすり替えられたのか検証するべきだよ。解毒剤でしょうね。そうだよ、実際解毒剤の効用がなかったってことは解毒剤が毒瓶と入れ替わってるんだよ。そして解毒剤といえばムカデさん、あなた持ってましたね。そうよ、解毒剤といえばさっきムカデが販売してたわね。むむむ、ムカデが解毒剤を持っていたからとそれが人工温泉の解毒剤とは限りませんよ。そこのヘビ従業員も直接近くで見たわけじゃないだろう。近くでは見てないな。まったく、俺が毒温泉に落ちた時に解毒剤買ってりゃ間近で確認できたのによ。そういえばムカデの荷物検査した時は解毒剤なんて持ってなかったようだが。解毒剤は後から旅館の売店で買ったんだよ。解毒剤は販売していません。売ってる商品はともかく売ってない商品なんて店員でもないお前に分からねえだろう。解毒剤は需要がないから販売しつれない。解毒剤は人工温泉がバレるから需要がないんじゃない。そうだよね、だって解毒作用のある温泉が名物なんだから解毒剤が売店で売ってるわけがないよね。そうだよ、需要がないよ。解毒作用の温泉がある旅館で解毒剤なんて誰も買わないからね。
そうね、解毒剤と最後のバールはうちの旅館では販売してないのよ。つまりムカデの証言は嘘、解毒剤瓶は人工温泉にあった瓶だよ。そして解毒剤瓶を毒瓶にすり替えたんだよ。その推理には致命的欠陥がある。事件前の地下への階段前には鉄格子があったはずだよな。つまり現場は密室のようなもの、地下に降りれないのに地下の人工温泉で瓶をすり替えるなど不可能だ。ムカデが鉄格子の先の地下に侵入した方法は何もせずです。これは通れます。何もしないで侵入？そうか、鉄格子に塗られている毒はあくまで蛇特化の毒だよ。つまりムカデならサイズ的にも鉄格子をくぐれるはずだよ。くっ、その程度の手口、刑事さんならとっくに気づいてるはずよね。そうだよ、まるでムカデが通過してることを知りながら蛇に罪を着せているように見えるよ。そんなこと議論には関係ないだろう。今は毒瓶の話だ。ムカデの容疑が濃厚になってきたところであなたのターンになりました。行動を選択してね。予習したいが、まあセーブして今日は終わりましょうか。はい、じゃあ次回が、じゃあ次回はムカデを追い詰めるところですが、この後一応ムカデも死んじゃう予定なんだけど、なんかハンターが生き残ってるってことはムカデも死なないくさいかってなんとなく思ってるんだけど、どうですかね。ということで、じゃあ次回に続きます。お疲れ様でした。バイバーイ。